ソーラーアサルト、ソーラーアサルト、SOLAR アサルトは、コナミより1997年に発売された体感型の 3D シューティングゲーム、グラディウスシリーズの一つであり、タイトル画面ではソーラーアサルトグラディウスと副題になっていた。相対的に難易度が高い作品であり、当時のゲーメスト誌でも攻略を諦めたような形で紹介されていた。 横スクロールシューティングであるグラデウスを背後視点からの 3D シューティングにしたのが本作。これはアーケード版グラデウス E 伝説から神話へマイナスの 3D 面ステージ4の発展であると開発者がゲームストのインタビューで語っている。本作発表前に類似した内容でビッグバイパーというタイトルの製品が展示会で発表されたがそちらは開発が中止されている。 ちなみに、開発が中止されたビッグバイパーは、ショットも打てるレースゲームとして、参考出展されていた。50インチプロジェクタディスプレイを持ち、専用大型筐体のみで発売されたが、その後29インチブラウン管、モーニタボディソニックなしのやや小型の筐体も発売された。前者はデラックス版 DX、後者はスタンダード版 SD と呼ばれ区別されている。 本作は当初スピードキング筐体のコンバージョンキットとして企画されており、発表時にはスピードキング筐体でのお披露目となった。このスピードキング筐体バージョンは少数ながら存在し、当時のコナミ直営ゲームセンターに設置されていた。ストーリーはゲームストに掲載された広告6種のうちの4種、同士のソーラーアサルトの記事のうち1種に掲載されていた。 それぞれ細かな文言が違っていたが、以下の引用は記事中に掲載されたものである。宇宙歴 AC6814 年。時代はバクテリアンとの戦いから十二年が経ち新たな時代が訪れようとして落ち着いた生活を営んでいる頃。惑星グラデウスでは伝説の名器ビッグバイパーのさらなる研究開発と惑星ラティスで開発された。 ロードブリティッシュのノウハウを融合させる研究がなされている。そこで誕生したのが最新鋭機アルピニア。この機は悪予感への転送機構の見出しと新型のジェネレーターによるオプションの安定化、効率化が図られる火力が増大している。またサイコム物理学が提唱したエネルギー質の思考伝達からの研究でレーザーが自らの意志を持ち物質に衝突する部分を 取り上げ兵器に展開させたサイコムレーザーの完成である。この2機のノウハウを盛り込んだアルピニアはこのグラディウス製の希望となる存在なのである。今後もし宇宙からの攻撃を受けても平和を守ってくれる平和の象徴なのである。そんな時、宇宙防衛宇宙観測室からの緊急連絡が首脳官邸に入った。 観測不可能な物体がこちらの方角に向かって来るとのこと、確認できることは、これは敵なのか味方なのか。バクテリアンは12年前の戦いで終止符が撃たれたはず。防衛軍最高機密機構、ジョン、メインコンピュータの決定で未確認の巨大な塊は我々の星に来るのが目的と判断された。また、第一級警戒体制を発動せよとの決定が、 下された。最新鋭戦闘機、アルピニアが実戦テストを兼ねて、ビッグバイパー、ロードブリティッシュが大気圏外へ飛び立った。今回の作戦コード、ソーラーアサルト、他のグラディウスシリーズと同じく、それぞれ異なる雰囲気を持ちボスが待ち構えるステージを順番にクリアしていくメンクリア方式。工場出荷時の設定では一週エンドであるが、オプションで二週エンドにも、 変更可能。ミスをした時の復活は、その場復活である。復活時のパワーアップは、半分程度に剥奪される。また、コンティニュー時のスタート方法はオプションで以下の3つから選べた。筐体は、シートの正面に戦闘機の操縦桿を模したアナログジョイスティックがあり、シートの左側には、パワーアップボタンおよび視点変更ボタンを備えたパネルがある。 ジョイスティックで磁気の操作を行う。レバーを倒すことで上下左右にコントロールする。上下移動はリバース入力でレバーを下に倒すと磁気が上昇する。人差し指に当たるところにトリガーボタン、親指に当たるところにミサイルボタンがあり、トリガーボタンでメインショットを、ミサイルボタンではミサイルを発射する。また、レーザー装備後はこの2つのボタンを同時押しすることでエネルギーを貯めて、 強力なレーザー、内容は機体にって異なるを発射することもできる。パワーカプセルを集め、希望のパワーアップになったところで、パワーアップボタンを押すとそれを装備できる。パワーアップ方式には、マニュアルとオートがあり、オートの場合は、パワーカプセルを取っていくだけで、自動的に適切なパワーアップを装備してくれる。ちなみに、オートの場合、トリガーのみで、ショットとミサイルが打て、 レーザーのため打ちの時にだけミサイルボタンを使用するように変わる。視点変更ボタンを押すといつでも遠方視点、近接視点の切り替えを行うことができる。標準状態では遠方視点に設定されており、ボタンを一度押すと近接視点に切り替わり、再度ボタンを押すと遠方視点に戻る。なお視点変更で変更されるのは時期との距離のみであり、いわゆる コクピット視点は存在しない。他のグラディウスシリーズと同様、敵変態や赤色の雑魚敵を倒すと、パワーカプセルが出現する。パワーカプセルは、グラディウス E の4面とは異なり、出現後ある程度は画面内に止まる。このパワーカプセルを集め、希望のパワーアップになったところで、パワーアップボタンを押すとそれを備えできる。この作品は、 グラディウスシリーズとして唯一、スピードアップのパワーアップが存在しない、スピードは時期ごとに固定されている。よって、パワーカプセルの取得数に応じて、パワーメーターは、ミサイルダブルレーザーオプションシールド、ミサイルに戻ると変化する。ミサイルは2段階パワーアップが可能で、すでにミサイルが付いた状態で、もう一度ミサイルで決定すると強化できる。 パワーアップカプセルは取ると1個につき100点点数が入る。さらにシールドミサイルとパワーアップゲージを一周させると1回につき5000点のボーナス点が入る。プレイ開始時に時期を下記の3種類から選択する。アルピニアグロのボディに大々のストライプ。機種が2つに分かれており、尾翼が2枚。移動速度は最も遅い。ノーマルショットの弾の色は青色。 初心者向けとされている。ビッグワイパー白のボディに青のストライプ。機種が2つに分かれており、尾翼は1枚。移動速度はアルピニアよりは速く、ロードブリティッシュよりは遅い。ノーマルショットの弾の色は黄色。上級者向けとされている。ロードブリティッシュ白のボディに赤のストライプ。機種は分かれていない。尾翼は1枚。移動速度は最も速い。 ノーマルショットの弾の色は赤色。中級者向けとされている。最初から最後まで宇宙空間を背景とした、いわゆる空中戦で地形は登場しない。ボスはビッグコア。4門の砲台から発射されるレーザーのほか、磁気を追尾するミサイルを発射して攻撃してくる。白い霧に覆われた湿地のステージ。植物の枝が張り出し障害物となっている。 敵キャラは虫や植物のようなものが多い。ボスは巨大な恐竜。眉のようなエネルギー弾を撃って攻撃してくる。神殿のステージ。前半にはモアイが登場する。グラデュース E の最終面のような壁が剥がれてくるギミックがある。面自体のイメージは FC 版サラマンヘビの5面に似ており、ボスもツタンカーメンのマスクのような顔が登場する。 当たると、磁期の操作が反対になってしまう弾などを撃って攻撃してくる。狭い要塞の中を駆け抜ける、いわゆる高速面。シャッターが閉まるギミックがあったり、敵の発生させるレーザーの柱をかいくぐったりと 3D ゲームとしての面白さを最も体感できる。ボスはビッグコア MKE。大量のレーザーと体当たりで攻撃してくる。 ステージの雰囲気は四面の延長上。敵の攻撃及び障害物の設置がさらに厳しくなる。後半で画面を格子状に埋め尽くすレーザーの網は、その美しさと相まってプレイヤーを圧倒した。ボスは存在せず、ステージの最後までたどり着くと、クリアデモが始まる。ソーラーアサルトリバイズド、SOLAR アサルトリバイズドは1997年12月に、 発売されたマイナーチェンジ版。基板のロム入れ替えによってバージョンを変えた。フィス・ブレイズが新たに追加され、以下の6ステージ制となった。作曲者は泉、泉睦彦ルーズベルト戦。スタッフロールの曲のみ、初代、グラディウス空中戦 BGM のアレンジ曲である。他は、オリジナル曲。長らくサントラは発売されなかったが、 2011年1月13日発売のグラディウスアルティメットコレクションのディスク8にリバイズドにおける追加楽曲を含めて収録された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。